というわけで今日もね、ゴールデンウィーク中後半初日、頑張ってね、3ヶ月限定体験柔道しっかりね楽しくやってみました。今回はね、前回やった体落とし、あとねまた新しい技として足払い、ね、蹴り方ね、あとはね、ローキックの素人同士の相手のローキックのね対処の仕方とかをちょっとやっていきました。体の使い方、前転後転ね、受け身、大外一本背、ね、で体落としと足払いと、だいぶね、覚えていくことが増えてきて、忘れないように、おさらいをね家でしてきたとも言ってたんでね、大変今日はスムーズにいきました。というわけでね、5月もまだまだ募集しているので3ヶ月限定になりますんでね、いつ来てもその日からずっていう感じでね思っておるんで、ぜひ来てください。モス